誕生日おめでとうございます。レイナついに21歳になったね。レイナも21か。レイナと出会ってだいたいいつぐらい経ったかな。高校1年生の春に出会って、突進をしたら怒られて、挨拶するために半分無視みたいな感じでニヤッとレイナは去っていったね。うん、正直笑ってた。うん、すっごいエセだなと思いながら、うん、だからレイナの21歳の誕生日はすごく幸せになってほしいし、なんだろうな、応援もすごくしてるし、なんかお近い近い近い、ハッピーバースデー。どうもミュートです。レイナちゃん誕生日おめでとう。今日はチカの代わりにお祝いをするね。レイナはどんどん綺麗なレディーになっていきますね。その成長を嗅ぎながら見守っております。レイナとまた遊びたいよ、会いたいな。本当におめでとう。素敵な一年にしてね。おめでとう。おめでとう。誕生日おめでとう。最初会った時はめっちゃ怖かったけど、こうやって仲良くなれてよかったです。またみんなで飲みに行ったりしましょう。近い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 。ハッピーバースデー。レイナさん、誕生日おめでとうございます。うん、レイナさんは、まあ、翼の友達で、まあ、仲良くなったんだけど、まあ、今となっては、まあ、なんか相棒みたいになっちゃってるかもしれないけど、俺はそうとは思ってないんで大丈夫です。まあ、21歳、まだまだ若いと思うので、楽しんでいきましょう。レイナさん、お誕生日おめでとう。おめでとう。レイナ、お誕生日おめでとう。21歳、お誕生日おめでとう。いつもお姉ちゃんしてくれてありがとう。これからもお姉ちゃんしてね。終わり。レイナお誕生日おめでとう。21歳は最高の21歳にあなたのおかげでなりました。本当は私もレイナの誕生日は最高な21歳を一緒に送ろうって思ったけど、カイトくんという素晴らしい彼氏ができてしまったということで、まだ会ったことはないですけども、カイトくんには大変嫉妬しております。ということで、21歳のお誕生日はカイトくんに譲ることに決めました。なので、後日改めて祝わせていただきたいと思うので、楽しみにしていてください。私がミーコのお姉ちゃんなんですけど、なんかもうそれよりもレイナがミーコのお姉ちゃんとなって、さらに私のお姉ちゃんでもあるのでお願いします。あ、またパパともママとも大好きなので、レイナのこと遊びに来てください。今年から大変になると思うけど、二人でレイナんちに遊びに行きまーす。行きます。もっといっぱい遊んでくださいということで、レイナに会えて本当に良かったです。もう一生の神様への感謝だと私は思ってます。ミーコも一緒です、多分。本当にこんなにいいお友達に出会えてよかったと思います。最高の1年にしてください。でね、カイトくんに幸せにしてもらってください。もらってね、私も頑張ります。じゃあ本当におめでとう。おめでとう。せーの、バイバーイ。バイバーイ。
チイエスキッカリーコンセントするポッシュです。レイイナハピーパおめでとう、おめでとう。レイナ21歳の誕生日おめでとう。この前から体調崩しとるみたいだけど、これからは体に気をつけながらまたみんなでいっぱい遊びましょう。あとたまにはジャンプの話をしたり、コンサートもまた一緒に行こうね。じゃあ健康で素敵な21歳を送ってください。バイバーイ。レイナ21歳の誕生日おめでとう。レイナは私にとって絶対必要な相棒です。普段感情をあまり表に出さないレイナだから、私が少しでもはけ口になれるような存在を目指します。その話はあんまり聞いてないし、一人でどっか行っちゃうような自分勝手なうちだけど、もっと頼ってください。共通点が多い分分かり合えると思います。残り少ない学生生活だけど目いっぱい楽しみましょう。愛してるよー。立花玲奈さんへ、この度は21歳のお誕生日おめでとうございます。あのですね、私、レイナさんのことが大好きです。ということで、今回、レイナさんへの愛を伝えたいと思います。時間の関係上、10個お伝えしますので、どうぞ私の愛を受け取ってください。はい、行きます。面倒見がいいところ、物事をはっきり言うところ、歌が上手なところ、ダンスが上手なところ、みんなのリーダーというか我らがどんなところ、メイクが上手なところ、運転が上手なところ、仲間思いなところ、鼻にブラックホールを持っていらっしゃること、とハーフ顔でお姉さんキャラでツンデレで、まあいわゆる萌えですよね。いつも私にまあ冷たい目をして罵ることもあるけど、まあそれも愛だって分かってるから。とりあえず私はレイナさんのことが大好きです。はい。注目。はい、ということでレイナさんが大好きな勝者でした。おめでとう。はい、立花レイナさん21歳の誕生日おめでとう。ずっと前とかいつかも言ったと思うけど、私が名古屋に初めて来て名古屋人と会って会った時に、田舎人の私からしてみれば名古屋人怖いとかめっちゃ強いなって思った象徴があなたです。あなたです。でもそれが今では仲良くしてくれて、乙女なところとか優しいところも、いやでもちゃんと厳しいところも含めて全部可愛いレイナが大好きです。で、またこの間みたいに、うち来たみたいに KTR しましょうね。興奮して寝れなくなるけど戻しましょう。で、ノープラン旅もまたやろうね。きっと専門学校の生活も楽しく過ごせて、過ごせたのも AG6 の中にレイナがおってくれて、私もその中に入れてくれたのがおかげです。今後もドライバー組としてカット。まだ半年あるのでたくさん遊びましょう。レイナと友達になれて最高に幸せです。21歳のレイナも笑顔いっぱいで幸せな年にしてください。レイナありがとう。レイナ21歳のお誕生日おめでとう。いつも泣きながら電話してごめんね。レイナも嫌なことあったらいつでも電話してきてね。あと東京にもいつでも遊びに来てください。これはハッピーバースデーの帽子と
サングラスでーす。ほら、もう21歳だからババアだけど楽しもうね。アンナも頑張るからレイナも頑張ってね。かわいいかわいいカイトくんとお幸せに。でもアンナと翼くんのことも忘れないでね。ユニバ楽しみにしてるよ。あとなんか最後に言おうとしてきて忘れた。なんだっけ。まあいいや。あ、みんなで遊んでるの楽しんでね。バイバーイ。皆さん、21歳の誕生日おめでとうございます。今回の誕生日ムービーを頑張って作成しました。本当は、20歳の誕生日の時に作ろうと思ってたんですが、できなくて本当にごめんなさい。レナさんとは高校3年生の時に仲良くなって、それからたくさんの楽しい思い出が僕にはあります。大学入ってからもいろいろ遊んだりしてすごく嬉しいです。まあ今レナさんは幸せな人生を歩んでますが、まあカイトに出会えたのは僕のおかげなんで、僕にしっかり感謝して今を生きてください。これからもカイトのことをよろしくお願いします。カイトだけじゃなく僕も構ってもらえると嬉しいです。これからもみんなで楽しい思い出をいっぱい作っていこうね。おめでとう、幸せな11歳ね。いらレナちゃん、お誕生日おめでとう。レナママだよ。レナちゃん、こんなに可愛かったんです。そんなレイナも21歳になりました。おめでとうございます。来年は看護師ですね。頑張ってください。いつでも応援しています。お母さんの娘に生まれてくれて本当にありがとう。レイナ大好きだよ。お誕生日おめでとう。レイナ21歳誕生日おめでとう。こうやって彼氏っていう立場でレナの誕生日を祝えるってことは本当に夢にも思わなくて、で今特別なんだなって、あ、特別な立場で祝えるってことが本当にすごい嬉しいです。まだ付き合って、まあ、明日で1ヶ月だけど、この1ヶ月とても濃かったし、レイナのお母さんや、レイナのお母さんや友達と接するレイナ見て、レイナは本当周りの人々に愛されてるなと思いました。だから、これからも、ずっとみんなに愛されるレイナでいてほしいし、俺も、なんて言えばいいのかな、俺も、レイナのことがずっと好きでいるから、これからも、ずっとレイナの誕生日を毎年祝えるように、
ずっと幸せに、過ごしていきましょう。本当におめでとう。そう信じてる。君を傷つけるつもりはなかった。あの頃